はぁ、あ。どないしたん？もう我慢できへん。トイレ？違うわ。ほな、なんなん？え、たまには歌いたくない。はい、ということで今回は社内で遊べる、まあ有名なあのグッズなんですけど、うちも買いました。はい。はい、それはね、こちら。これね、マイク買いましてね。そうそうそう。ああこちらです。これね、何ぼしたっけ ?1500 円ぐらいか。そう、子供には10万って言ったけど。むっちゃ大事に使ってたね。このマイクね、カラオケマイクを買いました。はい。早速使ったんですけどね、その使用感とか、うん、これカラオケなんでね、著作権とかあって、実際に曲流してとかできないんですけど。歌えないの今日。今日は歌えへん。ああ、残念。リサイタルな。リサイタル。まあ、つけてみたりとかできるやろ、ここだけで。そう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 。うん。一回ちょっとつけてみます。はい。ボタンがね、たくさんあるんですよ。で、1500円の安いやつですよ、一番。今回買ったね。で、ここに電源ボタンがあるんですけど、見えるかな。なんかね、キラキラして見えにくいんですよね。これプレビアスやな、多分ね、ネクストやから、曲、次前とかできるんでしょうけど、説明書なかったんか。なかった。説明書がなかったんでね、なんかあんまりまだ連携取れてないんですけど、これはここのボタンはまだ使えてません。で、ここがスキャン。まあ、再生ボタンとかなってるんで、多分なんか綺麗に連携したら、きちっとできるんでしょうけど、まだできてません。レコーディングとかね。だからボリュームのプラスマイナスぐらいはできます。今使ってます。で、これがマイクのボリューム、大きくなります。で、これがエコーですね。エコーが、ブヨヨヨーンってかかりますんでね。はい。じゃあ電源オンしてみます。音でかいんですよ、これめちゃめちゃ。拾ってんのか。拾ってんねん。なんかハウリングか。昨日、うん、パソコンとかの近くじゃないところで歌ってた時はこんな音せんかったよ。うんうん。多分電化製品の近くってはね、ブンブン。うんうんうん。ああ、うるさいな。うん、ああだけ言ってみて。あー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 。ああ、おお、いけた。歌ったら全然、歌うっていうか喋ったら全然いけますよ。あ、いいやん、いいやん。いけた。上手やわ。あ、でもブンブン言うな。ちょっと言ってるね。あ、いけた。あ、喋ったらいけんね。喋ったらいけるんですね、今回はね。ずっと喋らなあかんね。今回はこの声でやっていきたいと思います。はい。記録、うるさい、うるさい。あ、これ落ち着いたわ。うん。歌ってる時もさ、このピカピカするからちょっと楽しいねんな。作りはね、ここは、ここのあの、硬いとこあるでしょ？よくあの、これマイクの硬いとこ。これはね、なんか、ちゃんとしてんのかな。その中に見えてるスポンジはチャッチーような気もするんですよね。うん。ここね、うん。で、このキラキラのとこですね。キラキラしてるとこなんですけど、プラスチックのギンギラギンなんで、なんか安く感じます。で、重さもめっちゃ軽いです。で、ここにね、もうギラギラで映されへんのですけどね。マイクロ SD カードの入り口が一つと、ここが USB。これが何 USB やったっけ、あの、台形のやつやな。充電な。充電、うん。あの、ちょっと台形になったあの USB のやつですね。これがあの、イヤホンみたいなやつなんですけど、これがアウトって書いてるんで、こっから出して繋ぐこともできました。はい。うん、ここは USB になってます。で、充電はここでやってみました。ここの充電器がセットについてました。ただあの、ここの反対側の方は、USB になってるんで、うん、ご自宅のね、携帯とかああいうのを充電する USBのコンセントのやつが必要かなと思います。はい。それでね、気になるちゃんと歌えるんかっていうところで言ったら、うん、まあ車内だったら全然余裕、リビングだったら弱いっすね。これだけでやったらやろ、うん、うんうん。だから結構声張って歌うときに自分の声が超えちゃいますね、ここのボリューム。うん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 。マックスにしててもな。そうやね、物足りなかった。物足りひんので、うん、うまくつなげたらいいんでしょうけど、なんかその遅延がある、自分が歌ったタイミングからちょっと遅れたりとかするっていう話もあるんで、その辺また実験して、うんうんうん、色々進めていきたいんですけど、スピーカーに繋いだらすごい気持ちよく歌えたよ。こっちな、うん、はい。昨日こっちのね、ポータブルスピーカーの方に繋げたんですね。うん、繋ぎ方はこれでいったんですね。これをなんとかイヤホン。まああのよくあるここのイヤホンジャックのとこで、このちっちゃい穴の方ですね。出しまして、電源オンにしまして、でこっちのイヤホンジャックのとこに、お父さんもっと下。あらブー言うとやん。まあ、家では言わなかった。いや、これね、うん、僕 Amazon のこのケーブルにしたんですけど、これ音鳴るんですよ。なんでやろな。うん、もうな、謎が多いのよ。ただね、いけたやつもあんねん。何やったっけな。このやつはブーって言ってました。Amazon の一番安いやつ。
これこれ。これ何のケーブルか分かんないですけど、これなんか 横の島の本数、横用の島の本数で、なんか種類が違うらしいんですけど、まあ、Amazon のやつ比較してみましょうか。さっきね、あれ一緒やぞ。これ横の島の本数一緒ですよね。あれ、ぼやけてる。これね、しましま日本やから一緒ですね。あれこのね、銀色の方はね、音しなかったんですよ。ブー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 。これや。おぉ。あ、電源つけてないけど、ブーブーしてないでしょ、音。さっきブーって言ってたのが。出てた。電源オンすんで。うん、おぉ、ブーン言ってる。ま、ましまし。あ、だんだん起きてきた。起きた。ちょっと今ブーって言ってますけど、結構ねボリューム上がります。これで、うん、すごい響いてる。こっちの方が大きいよな。大きい。あれちょっと試してみようか、うん、こっちと、うん、こっちの方が大きいな。大きいけどすごいなんかこもて、あ、こっちはちょっとね、うん、聞きにくい、聞きにくい、うん、その時にはポータブルとかに、あ、非常に音いいね。音いい、音いい。一曲行きましょうか。行こう行こう。西に来たかった。ね。お父さん上手。地球だ。オッケーオッケー。ここの、まあ、どうやら、まあ、このスピーカーだけでも一人で全然楽しめる。車の中で全然楽しめるんですよ。あ、そうやな。エコーバンバンかかるんで。うん。昨日はすごい本当楽しかった。これでカラオケしたら。あ、そう。うん。ちょっと昨日実験した、これはさ、二、うん、つ使ってみたんですよ。というのは、これもし日本あったらで、このやつ同じの日本あったら、うん、うちこの分岐があるんですよ。分岐するやつが。こっちに刺して、こっち分かれてるやつ。これスプリットのやつをこれ2つにつないで、うん、雑音が入らなければ両方いけるんちゃうかということで、また実験してみたいと思います。はい、ちょっと今日はできません、うん、ポケカラのアプリは紹介しとかない。あ、ポケカラ使ってんのか、うん、ポケカラでもアップロードしてしまいそうならへん。ああ、そう。まあでも今YouTube でも出てるしな、うん、あ、そっか、うん、いろいろ出てますんでね、うん、まあそれをこう画面出しながらするということですね、うん、まだまだ改善余地がありそうですけども車中泊の遊びということで、はい、ね、皆さんはどんな歌を歌われますか。はい、ということで今回は、はい、お値段1599円、2021最新版カラオケマイク、うん、Bluetooth ワイヤレス高音質自宅カラオケマイクということです。はい、ということでカラオケマイクのご紹介でした。はい、以上上ちゃんでした。バイバイでした。バイバイ。まあ、でも子供めちゃくちゃ喜んどったな。喜んでた。歌おうか。歌おう。今はこんな感じになってます。もうすぐかな。歌うボタン押します。こっち兵庫県西宮市から参りました。風の噂がちょっともういい